豊山勝夫、豊山勝夫、豊山勝夫、1937年8月18日体は、新潟県柴田市出身で時津風部屋所属の元、大相撲力士。本名は、内田勝夫。最高位は、東大関。現役時代の体格は189センチメートル、137キログラム。特異種は突っ張り、右四つ、釣り、寄り、植えて曲げ。 母子家庭に育ち、苦学しながら文部両道に励んだ。新潟県立柴田商工高校等学校定時制。在学中は、陸上、投的競技や野球で活躍。一時は、プロ野球の有名球団からの誘いもあったが、OB である先生の勧めにより、東京農業大学農学部農芸科学科に、進学し、相撲部に入部。相撲の経験はなかったが4年時には、 学生横綱となり、その実績が認められて1961年、3月場所に時津風部屋から、異例の幕下10枚目格付けでで、初土俵を踏んだ。当初は、出羽の海部屋に入門する予定であったが、鏡里、当時は年寄り、久米川から熱心な説得を受けて保認して、最終的に、時津風部屋を選んだ。同年、9月場所に十両に昇進。11月場所で、 全勝優勝を果たして2場所で10両を通過、1962年1月場所に新入幕を果たし、本名の内田から豊山に改名。この場所では12勝を挙げ、これが初土俵から初の幕内に桁勝利を果たすまでの最速記録、当時となった。1963年3月場所には幕内所要7場所で、 大学卒の力士として初めて大関に昇進し、インテリ大関と評された。小結昇進までは負け越し知らず、大関昇進直前の3場所は12勝、12勝、13勝と連続して、好成績、いずれも主君、関東の両勝受賞を挙げ、早い時期に横綱となり、法豊時代到来かとも期待された。大関昇進を果たすことが、 確定的になった1963年1月場所13日目の大砲戦は、がっぷり左四つで右上でを取り、じっくり構え、気を見て上手投げで崩してからの寄り切り、という流れであった。だが、新大関の場所で初日、前頭5枚目金の花に破れると7勝8敗と、負け越し、13勝を3度、12勝も一度上げながら、 大事な一番になると固くなって取りこぼすなど優勝に恵まれず、豊山火山はいつ噴火するのか、とと言われたが、ついに横綱昇進は果たせず未完の待機に終わった。右でも左でもがっぷりになれば、大砲に対しても分が良く、両、回しを引いて、動きが止まれば、幕内最強と言われるほど迫力があったが、大関昇進後は、豊山の後ろ投げと言われた四つになると反り身になって、 相手を振り回すように後ろに投げ捨てる技が、席らしくないと批判され、改めたり、これについては、同門の鶴ヶ峰が気にすることはない。あれは、あなたの個性なんだから遠慮なくやったらいいと、アドバイスした、突っ張り得意の沙汰の山を突っ張り合いで逆に、突き出すほどの威力を持っていた強烈な上突っ張りが、影を潜めたりするなど取り口が変化し、迷いといえば、 豊山と言われるほど思い切りのない層が目立つようになった。その取り口から評論家もあれは一体何を考えているんでしょうと歯ぎしりしていた。さらに腰を痛め、大砲の前世紀とぶつかったこと等もあり、優勝は果たせなかった。1964年7月場所には11日目に優勝争いの単独トップに立ちながら12日目、大関栃光り、 十四日目横綱土地の海に、敗れて、前頭九枚目富士金に優勝をさらわれた。また九百六十八年三月場所では十三日目に、単独トップに立ったが十四日目小結麒麟寺、後大麒麟を寄り立てながら、うっちゃりで敗れ、先週楽は関脇清国に、立ち合いから押し込まれて、完敗、結局前頭八枚目若郎が優勝した。士金、 分かろうとも平幕優勝で勝つ横綱、大関との対戦はなかった。初の大関角番、現行の年録場所制が実施された1958年から1969年、7月場所まで2回連続で負け越して、角番、3場所連続負け越しで、大関陥落の規定だったは、引退する前年の1967年。 3月場所に5勝10敗と解禁負け越し、5月場所でわずか1勝の後途中休場した翌7月場所だった。同場所は10勝5敗と3場所ぶりに勝ち越して角ド番を出した。しかし1968年7月場所に7勝8敗と負け越して臨んだ1968年9月場所5日目まで4勝1敗と。 まずまずの滑り出しだったが6日目から10連敗して4勝11敗、大関、玉野塔に、上手1本で釣り出されたり、前頭4枚目双子だけの変化についていけず、土俵中央で足を滑らせたりするなど、かつての大気ぶりからは考えられない負け方が目立った。これにより、自身大関の地位で、通算9回目、かつ、合計2回目となる2場所連続の負け越しを、喫してしまう。 その1968年9月場所千秋楽、当日の夜、時津風部屋の打ち上げの席で豊山自ら、現役引退を発表。記者会見では、未練はあるが自信がないと語った。なお、大関数在位34場所は、当時北葉山の30場所を超える、史上1位であり、その後、高野花、50場所、現在史上3位に抜かれるまでの最長記録だった。場所後は、 年寄り、西木島を襲名した。引退直後に、師匠時津風、元横綱双葉山が死去し、元横綱、鏡里の立田川親方が直後に時津風部屋を継承した。しかし、四十九日を過ぎる頃、時津風未亡人が、時津風は、平素、豊山に部屋を継がせたいと言っていたと証言。遺言状はなかったが、 立田川があっさり身を引くという複雑な経緯を経て、豊山が年寄り、時津風を襲名し部屋を継いだ、鏡里は再び、立田川を襲わし、2年後に他の部屋付き親方と共に立田川部屋を起こした。関はケクラン、小結、豊山、二つ竜島、多くの関取を育てた。部屋の師匠としては、礼に始まり礼に終わるという十二代トキツからの教えを受けた周りし、 指導方法が各部屋付き年寄りなどによって異なると、力士が混乱してしまうので、高知会議を開いて、個人個人にどう教えたらよいか、意見統一して指導するようにしていた。一方、日本相撲協会では、引退からわずか2年後の1970年に32歳5ヶ月の若さで理事に選出される、日本相撲協会理事としては、歴代最年少記録。地方場所部長、 九州場所担当や生活指導部長などを歴任した後、1992年には事業部長、そして1998年には60歳5ヶ月で理事長へ就任。力士出身としては初の大卒理事長であり、最高位が大関の理事長も初めてだった。理事長としては2期4年在職し、前代の境川理事長時代に混乱した年より、 名跡改革問題等、各界の収集に当たった。具体的には、大関経験者の次元付け年寄り集名の許可と順、年寄り制度の創設により年寄りなの,の融通を図り、また、年寄り名跡の複数所有、退職禁止を打ち出して年寄り名跡の高等売買や不透明さに切り込んだ。また幕下付けでの基準設定厳格化、2000年9月。 外国人力士の入門規制強化、2002年1月、といった施策を行った。時津風理事長時代の2000年9月、横綱審議委員会のメンバーに、史上初めての女性委員となる、内立真貴子、脚本家、小説家を任命し、内立は2010年1月までの、約10年間横審委員を務めた。他時津風理事長は、同時期に、 女優、吉永さゆりにも横綱審議委員への打診をしたが、吉永は、相撲には、詳しくないからとの理由で断られたという。なお2016年現在も、女性の横審委員経験者は、内竹和とのみである。理事長として、最後の場所となった2002年1月場所選集落の、協会後挨拶では、自分の言葉で、ご礼を申し上げたいと挨拶状を持たずに挨拶し、 観客をうならせた。その後相談役に退き、最後は後継に指名した、元二つ流の西木島親方と名応席を交換、1日だけ、年寄り、西木島に戻って、定年退職した。部屋の継承をめぐり騒動になるケースが大部屋では、多いが、豊山には、実施がいなかったためすんなりと西木島への前兆で、話が進んだ。 2007年の時津風部屋力士暴行死事件で元二つ竜が解雇された後の後継選びにも取りまとめ役として動き後継に決まった途切使いの断髪式では止めハサミを入れた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。